ご結婚おめでとうございます。これからお二人で力を合わせて幸せな家庭を築いていくことになりますね。この動画ではお子さんを望んでおられるご夫婦に安心していただけるよう情報提供をしてまいります。まず子供を持つことについて夫婦間の温度差を知りましょう。ご夫婦で話してみると案外意見は違うものです。足並みを揃えるためにも話をしましょう。子供さんが生まれると夫婦関係が変わってきます。それまではご夫婦2人ですと2人が向き合ってる感じです。ところがお子さんが生まれますと2人は同じ方向を向かって子育てのために進んでいく必要があります。お互いに協力し合える関係でいたいです。そのためにお互いの意思確認をしましょう。例えばどうして子供が欲しいかという話からしてみてもいいですね。国の調査では主に生活が楽しく豊かになるから、自然なことだから、好きな人の子供を持ちたいからなどが挙がっています。他にも老後のため、周囲から認められるためといった理由もあります。理由は夫婦で違うと思います。話してみると相手の意外な思いに気づくかもしれません。ところで夫婦の性生活ですが、子供を迎えるためだけのものになるのはとっても寂しいことです。何より二人の愛情が大切ですから、愛情あるスキンシップを心がけましょう。女性の体は一般には11から12歳で最初の排卵を迎え、50歳前後で閉経を迎えます。この排卵をしている期間が理論上は自然に妊娠し出産する能力がある期間と言えます。しかし男女とも年齢が高くなれば妊娠するまたはさせる力が低下することが分かっています。女性は30歳を過ぎると自然に妊娠する力は下がり始め、35歳を過ぎると妊娠しづらくなります。男性は女性に比べるとゆっくりですが、35歳頃から徐々に精子の質の低下が起こります。これは体外受精のデータですが、妊娠率は年齢とともに下がり、逆に流産率は年齢とともに上がることがわかります。妊娠率は32歳頃から低下し始め、37歳頃からは急速に低下していきます。子供を持つ時期については、仕事、住まい、保育園や親戚などの手助け、またはお金の面などいろいろな事情に左右されるものと思いますが、医学的には妊娠には適齢期があります。子供を望んでいるのであれば、できるだけ早いうちに子供を迎える準備をした方がいいでしょう。国の調査では不妊を心配したことのある夫婦は3組に1組以上、検査や治療を受けたことがある夫婦は 5.5 組に1組以上。不妊は決して特別なことではなく、多くのご夫婦が悩んでいます。不妊は女性の問題と思っている方も多いかもしれませんが、 WHO の資料によると、実は不妊の事例のうち男性に何らかの理由がある事例が半数近くもあります。
妊娠を望んで1年以上経っても妊娠していないご夫婦は、医療機関等へ相談し、夫婦で検査を受けることをお勧めします。